YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。いよいよ桜が咲き始めました。先週の予告通りにね、今週は花見をしようと思います。が、なんとこの日は雨です。先ほどの桜は前日の金曜日に撮影しました。お花見を1週間繰り下げようとも思いましたが、この雨風でね、散ってしまいそうな感じだったので、今日はこのテラスで遠くの桜を見ながらお花見をします。水面にも桜の花びら、風情があっていいですね。雨さえ降らなければ。朝晩はまだまだ冷え込むんですが、日中はとっても暖かくなってきました。そろそろ冬眠していた動物たちもね、目が覚める頃なんじゃないんでしょうかね。ということで、恒例の早朝パン生地こねタイム。今日はお花見お弁当用にチャバッタを焼いていこうと思います。といってもお米もちゃんと3合炊くのでね、このチャバッタは私の主食となります。米ぬか 20% を添加した加水率 80% のハードパンを焼こうと思います。ということで、いつものこのチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いいたします。人参とさつまいものきんぴらを作ろうと思います。本当は人参とピーマンのきんぴらにするつもりだったんですけど、ピーマンがね、やけに高かったので急遽さつまいもに変更しました。なんか今日はもうお花見弁当ということで品数が多いので、ワンカットワンカットがとても短いような気がしますけれども、ババア恒例の尺合わせ、すいません、お付き合いください。これ菜の花っぽくて買ってみたんですけど、のらなんとかって書いてあって、花もつぼみもなんか白いので、これもしかしたらうちの家の周りにたくさん生えてるのら大根の花なのかなと思いつつ買ってみました。代わり花ね、周りののら大根のつぼみもちょっと収穫してみようかな。そうそう、何か変化にお気づきではないでしょうか。まな板を購入いたしました。今までのね、白いまな板なんですけど、1日に1回はキッチンアワーハイターで真っ白にね、綺麗に洗ってるつもりだったんですけれども、ちょっとねコメントで、あのまな板が少々汚いというご指摘を受けまして、アワーハイターじゃね、まかなえ切れないレベルに達してきたのかと思ってね、前から欲しかった竹素材のまな板を購入してみました。包丁が当たる音がすごくいいですね。
料理をしててちょっと楽しいです。さて、チクキューとチーチクを作ろうと思います。前から不思議だったんですけど、ちくわとキュウリはチクキューなのに、ちくわとチーズはなんでチーチクになるんでしょうかね。チクキューの法則に合わせるとしたらチクチーになるような気がするんですけど、もしかしてチーチクと呼んでるのは私だけっていうことはないですよね。世間ではチクチーと呼ばれてるんですかね。皆さん教えてください。ちくわをお湯につけて少し温めてあげるときゅうりとチーズが入れやすくなります。お弁当にね、このちくわセットは外せないですね。そして卵焼きを作ります。取り立ててね、何も言うことのない、何の変哲もない卵焼きを作ります。今回は私がどんどんお弁当のおかずを作ってる後ろでね、旦那がどんどんお弁当箱に詰めていくという流れ作業になっております。最初は怪しかった形の卵焼きをね、最終的には体裁を整えて、なんかちょっと焦げたな、完成です。そして人参とさつまいものきんぴら、きんぴらなのでさつまいもの芯を少し残す感じで、ちょっと熱が入りすぎないようにと思ったんですけど、火を消して余熱をしている間にね、完全に火が通ってしまって煮物のような食感になってしまいました。チャバッタもいい感じに発酵しましたね。夏に向けて冷蔵庫の中でオーバーナイト発酵ができるように発酵専用のタッパーを購入してみました。前日に作業ができるのでね、当日のパン粉の一工程が少し楽になるかなという感じです。チャバッタはね、こうやって成形も特にせず切りっぱなしのままで焼くというズボラな私にぴったりのパンでございます。水率 80% のね、ベタベタの柔らかいパンなので、手粉をしっかりとつけて天板に移動します。前日にまた抹茶蒸しパンを作ったんですけど、一晩経つとね、蒸しパンなかなかカチカチになりますね。ということでバターシロップを作って蒸しパンの上からね、ぶっかけて強制的に柔らかくしてやろうと思います。ただ蒸しパンにバターシロップをかける動画を撮ったつもりだったんですけど、なぜか撮影できてなかったみたいなので、代わりといってはなんですが、ウインナーが焼ける様子をご覧ください。ババアの強い味方、冷凍食品。これら冷食のおかげでお弁当のスペースが一気に埋まっていきます。助かりますよね、冷凍食品。なんかね、ネットを見るとね、食卓に冷食が並んだり、お弁当に冷食が入ったりしてると不機嫌になられる旦那様がいらっしゃるということですが、こんなに便利で美味しいものをね、活用しない手はないですよね。日本の冷食は世界一です、多分。でも冷食が嫌いっていう人本当にいるんですかね。私がネットの情報に踊らされすぎですかね。唐揚げは一応二度揚げしてみました。
この冷食の唐揚げの、ね、下味がすごいニンニクが効いてて美味しかったです。唐揚げってね、何をどうやって作っても美味しくなりますよね。ついでに肉団子も揚げておきましょう。肉団子ファイヤー、今度の掃除が憂鬱ですね。後でがっつり拭き置き洗いしておきましょう。揚げた肉団子は焦がしケチャップで和えます。隠し味にウスターソースをちょろっと。そしてじっくりとケチャップとソースを焦がしていきます。これがね、とってもいい香りなんですよね。はい、絶対美味しいやつできた。ケチャップとマヨネーズベースのドレッシングです。この中に最初に切って水切りしておいたサラダをぶち込んで全体的に絡めます。このソース本当に美味しいのでね、市販のドレッシングいらずです。のらなんちゃらかんちゃらのおひたしにします。これ菜の花に形は似てますけど、菜の花よりもちょっと苦みがあって大人の味でした。バターシロップをたっぷりと吸い込んだ蒸しパンをカットしていきます。一か八かでシロップをかけてみたんですけど、この方法はありですね。硬くなったスポンジ生地なんかにもね、いい方法なんじゃないかなと思います。そしてプロテインシェーカーでフリフリして泡立てた生クリーム、クリームてんこ盛りにしてやります。といってもね、植物性の生クリームなのでね、柔らかさ的にはこんなもんです。このピンク色のね、アルフォートをぶっ刺して桜感を出してみました。蒸しパンの生地にも抹茶を入れてるのでね、いかがでしょう、ちょっと桜っぽくないですか。さあ、茶バッタが焼けました。180度で50分焼きました。出来たて熱々のパンを切るのはね、至難の技なんですけども、ちょっと頑張ってカットしたいと思います。柔くて切りにくい上にね、切った断面からね、立ち上る熱が私の指先を焼き焦がすような勢いで熱されています。なかなかいい断面です。具材はね、シンプルにチーズとハムとレタスにしました。そしてトマトを入れ忘れたことに気づいたので、後からトマトも挟んでみました。なかなかボリューミーなサンドイッチですね。そうしたら一応お弁当箱に入れるためにカットしていきます。端っこをカットした真ん中の4つをお弁当箱に入れて、残りの端っこは今日の晩ご飯にします。さて、できたお弁当を持ってテラスへ行こう。風呂敷に包まれているのは旦那のご飯です。今日はここテラスで遠くのこの桜を見ながら
いただきます。お弁当箱にぎっしりと詰め込まれたおかずと、なんだこれは、変な花柄のご飯2つと茶バッタサンド。少し遡って開封シーンから。一段目は茶バッタサンド、そして2段目と3段目はぎっしりおかずです。謎の重箱2段、黒い方はゆかりご飯、赤い方は日の丸ご飯でした。たくあんフラワーの癖が強いですね。ノンアルビールの桜パッケージがあったので買ってみました。そして実はこのグラスもね、桜柄なんですよね。ちょっとスマホでね、動画なんか撮っちゃったりして。重箱のご飯は2段にしてテラスに持ってくる意味はあったんでしょうかね。なんかウグイスが鳴いてて春っぽくていいですね。桜満開の木の下でお花見弁当を食べたかったんですけど、多分来週1週間待って、来週ってなるとね、雨風で花もだいぶ散って寂しい感じになるような気がしたので、今回強行しちゃいました。野良なんとかのおひたしも美味しいです。抹茶蒸しパンも可愛くできて満足です。ということで美味しかったです。さよなら。YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。3月24日日曜日、今日は昨日よりも激しい雨が降ってます。
本当に昨日花見をしておいてよかったなと思います。もう少し桜の花を楽しみたいんですけどね、来週まで桜は持ちこたえてくれるんでしょうか。花びらもこんなに落ちちゃって、落ちるといえば八朔ですが、少しずつ落下する八朔の数も減ってはきてるんですが、毎年八朔ってこんな風に落下してたっけなと思ってます。一昨年ぐらいはね、夏の初めまで木にぶら下がってた八朔もいたんですけどね。しかし春の訪れを知らせる使者は桜だけではないんですよね。今年はイチジクは何個実をつけてくれるでしょうか。結構な土砂降りなんですけどね、こうやって一雨ごとに春が近づいてくると思えば、そしてね、農作物も潤うと思えば、これはきっとね、恵みの雨なんでしょうね。でもできれば晴れてほしいですね。さて、本日は買い物に行っておりません。本来、今日日曜日は旦那が早朝から用事で外出の予定だったんですけど、その予定がね、雨で中止になりました。日曜日にね、予定が早朝にあるということで、買い物に行けないと想定して、土曜日の買い物の時に日曜日の分までたっぷりと買いだめをしてきたのでね、まあ買い物に行かなくても大丈夫かなと思って、本日は朝からまったりと部屋でゴロゴロしてました。じゃがいもとさつまいもがあったので、これをおやきのあんとして利用したいと思います。本日のランチは米ぬか入り生地のおやきです。いつものように米ぬかを 20% 添加して、生地はね、最近お気に入りの湯ごねにしてみようと思います。ということで、いつものどうぞ。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いいたします。おやきのあんの中身を何にしようかなと思ったんですけど、芋類がたくさん残ってるので、これはね、確定だったんですけど、昨日何を買ったかなと思ってね、冷蔵庫を探っていたら、玉ねぎと小松菜が出てきたのでね、これを一緒に芋類の中に突っ込んでやろうと思います。そしてこのネギはね、スープに使います。また、いつもの切り方をしてますけど、野菜麺風にカットしてね、野菜麺ポトフを作ろうかなと思います。野菜麺にするのはこの長ネギと人参と大根です。このね、ネギの外側の方をこうやって折りたたむ瞬間が楽しいんですよね。この買ったばかりのまな板の音がいいですね。先日ね、この緑色のスライサーで指まで切ってしまったので、
あまり無理をせずにギリギリを攻めないようにしてね、スライスをしようと思います。大根麺がね、美味しいので結構大量にすっちゃいました。さて、それでは生地作りをいたしましょう。今回の加水率は 100% にしたので、米ぬかと小麦粉を合わせて 500g の粉類に対して 500ml のお水、お湯ですね、を用意して油も入れてみました。お湯が沸騰したら火を止めて粉を入れて、水が、水分が全体的に行き渡る感じになったら蓋をして冷まします。芋類がレンチンできたので潰していきましょう。今回は濃厚なポテサラーンにしたいので、バターとチーズを一緒に練り込んでいきます。そしてマヨネーズをにょろっとそこそこ大量に投入します。そしてその中に玉ねぎと小松菜のみじん切りを入れて合わせます。昨日の土曜日に日曜日分の買い物もね、したつもりだったんですが、冷蔵庫を漁ったら肉成分がハムとウィンナーしかなかったことに気づきました。ついね、肉を忘れちゃうんですよね。ハムだってね、昨日の残り物ですしね。まあ黙ってりゃわかんないか。ハムを入れて塩と砂糖を少々、そして塩コショウと黒コショウで味を整えます。うまうま濃厚なあんが出来上がりました。粗熱が取れた湯ごねの生地をもうちょっとこねていきます。加水率ね、 100% っていう普通のパンだとしたらベッタベタになるはずの生地ですけど、湯ごねにするとね、こんなにもまとまりやすくてこねやすい生地になるんですよね。500g の粉の生地を16等分にしていきます。麺棒すら使わない武将っぷりですけどね、手でも伸ばせる柔らかい生地なので、この小スペースで成形していこうと思います。おやきはね、パンほど気を使わなくてもできるというか、あんをね、中に包み込んで丸めるだけなのでね、非常にお手軽簡単に作ることができます。手でぐるぐると伸ばしたこの柔らかい生地の中にね、ポテサラあんを詰め込んで包んでいきます。この包む時にね、あんが水っぽいとすごく包みにくくなるので、できるだけあんの水分は、例えば芋類に吸わせるとかね、何かしらの工夫をして水分量を少なめにした方が成功します。生地の量に対してポテサラあんが大量すぎる気もしますけれども、まあね、ポテサラなので余ったあんはポテサラとしていただこうと思います。さて、すべてが包み終わりました。フライパンに並べていきます。表面に軽く焼き目をつけていきます。その間に野菜麺ポトフを作っていきましょう。野菜くずは包丁すら使わないというね、徹底した武将っぷりですけど、ハサミで切る空中切り便利でいいですよ。ぜひ真似してみてください。焦げつかないようにね、時々ちょっとひっくり返しながら焼き目をつけていきます。でもね、油断するとすぐ焦げちゃうんですよね。
さあ出ました、もう一つの肉成分ウインナーにコンソメを入れてしばし煮込みます。おやきにある程度の焼き目がついたら少々多めの水をジャバッと入れちゃいましょう。そして蓋をして蒸し焼きにします。黄身黒いな。そうしましたら出ました野菜麺、鍋のサイズに見合ってない野菜麺の量ですが、火が通るとね、かさが減るということを見越して全部入れちゃいましょう。味付けはシンプルに塩と塩コショウのみです。ひと煮立ちしたら完成です。おやきラストスパートは水分を飛ばして表面をパリッとさせていきます。16個のおやきが完成しました。熱いので旦那に素手で盛り付けてもらっています。湯ごねの生地なのでね、焼き上がりもちょっと見た感じ柔らかい感じがしますけど、味は果たしていかがでしょうか。まるで麺、そんなポトフを盛り付けてまいりましょう。貴重な肉成分も入れてやりましょう。血糖値対策でね、日頃麺なんてね食べられない私ですけれども、見た目がこうだとまるで麺を食べてるような気分になります。大量に作ったので、多分お昼から買い物に行く旦那はカレーを買ってくると思います。肉も買ってくるだろうな。ということで、出来お焼き。桜パッケージのノンアルビール、かわいいですね。それではいただきましょう。先ほどの予言通りにね、このサラダ皿の中におやきのポテサラあんも乗っかってます。おやきあん用に作ったポテサラなのでね、めっちゃ濃厚な仕上がりなんですけどね、これはこれで美味しいです。そしておやきですが、湯ごねで作ったおやきの皮はこの焼き目がついてるところはね、カリッとサクサクっとしてて、でも口当たりがとても柔らかくて美味しいです。いつものおやきとはなんか別物の食感でしたね。おやきじゃなくてなんか違った名前をつけたい気分ですね。普通のおやきとどっちが美味しいかと言われたら、これもねちょっと優柔不断なので選べないですね。野菜麺ポトフも美味しかったし、湯ごねのポテサラおやきも美味しかったです。さよなら。